はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するのはパックワールド2、バンダイナムコゲームスが2014年12月4日に発売したタイトルで、定価は税抜き4740円で、パッケージの表面を見るとね、こっちに向かってきて、まあ、モンスターを追いかけてる、ね、食べようとしているパックマン、あと仲間たちがいっぱいうようよごちゃごちゃいるんですけども、結構分かりにくいかなーって感じがします。まあ、そもそもね、このキャラクターがね、昔のパックマンと違ってね、まあ 3D のアニメで、これ公開っていうか放送されたやつのアニメとCG アニメの、ね、キャラクターなんですけども、まあ知名度ないかなーってところをちょっとね、若干危惧するところはあるんですけども、一応パックワールド2ということでね、パックワールド1もね、1というかパックワールド無印もね、3DS で発売されてるんで、まあ、一応2作目ということになります。で、帯のところにはね、食べまくりヒーロー、剣山、パックの仲間も参戦だということで、一応この、なんか頭に木の枝が、てか緑があるやつとね、あと右側はピンク色の女の子、まあパッケージのね、その、パックマンの右後ろに女の子いるよね。まあ、こういうキャラクターたちが、新キャラっていうか仲間のキャラで、前作も出たはずなんですけども、あんまりちゃんと覚えられてないんですけども、まあいますと。はい。で、右下には、バンダイナムコゲームスのロゴがあり、左下にはセロ A 全年齢対象のアイコンがあります。で、側面を見ると、今度はね、手足のあるパックマンだったはずなのに、ここは顔だけのパックマンがね、すごい気持ち悪くアイコン化されていて、パックワールド2縦書きで、バンダイナムコゲームスのロゴがあり、セロ A 全年齢対象のアイコンがあります。で、裏面を見ると、食べまくれ、スパイラルとシリーも参戦するぞってことでね、ここでね、彼らがスパイラルとシリーだってことがわかるわけですね。パッケージ表面でもね、食べまくりヒーロー剣山、パックの仲間も参戦だってあった二人が、まあ、パックの仲間って書いてあるの、ここの裏面でね、スパイラルとシリーってやってて、いや、そんな段階踏んで説明すんないいんだけど、ゲームの中身の内容はどうなんだよってところがよくわかんないんですよね。で、一応このところには、パックマンがね、メタル、アイス、ファイヤー、あとカメレオンか、これ変身する姿が書かれてるんだけど、説明がないからこれがパックマンかどうかもわかんないんだけど、一応パックマンがこう変身できるするんですよ、いろんなギミックでね。で、5つのワールド、8つのパワーアップって、まあ、8つのパワーアップのうちのこれは4つなのかな。はい。で、海に、宇宙に、太古の世界に、巨大化して悪のロボットを倒せ。まあ一応二つね、スクリーンショットに説明があるんだけども、まあ、まあ 3D アクションぐらいしかわかんないかな、このスクリーンショットだとね。で、ジャンルがアクションゲーム、プレイ人数が1人用、セーブデータ数が1、3D 映像の表示はありとなっていて、通信仕様は特にありません。で、コードが CTRPBPMJJPN と TSACTRPBPMJJPN の2つのコードになっています。で、パッケージを開けると中には操作説明シート、ゲームカード、クラブ任天堂のポイントカードが入っていて、パッケージの中面には特に印刷はありません。で、操作説明シートを見ると、一応ここには、パックマンとスパイラルとシリーがね、なんか緑の宇宙船かなんかに乗ってる姿があって、これタイムマシンかなの何かなのかな、この青い線は。よくわかんないけど、説明がないとよくわかんない状況が、使われていますね。で、開くと操作方法ということで、まあ、青字はパックの操作、青字はシューティングステージの操作、黒字はその他の操作ですとあるんで、まあ赤字のパックはね、まあサイドビューアクションの、ゲームかってことが、まあスクリーンショットからわかるとは思うんですけど、シューティングステージ、黒はその他、まあ、その他って何って感じなんですけども、まあ基本的には多分アドベンチャー的なね、シーンの、モード送りだと思います。で、右側のページを見ると、本ソフトの説明書についてということで、電子マニュアルへの誘導があります。あと、パワーアップ中の操作ということで、パックがステージ中にあるパワーベリーを食べると、パワーアップし一部の操作が変わります。パワーアップ中の詳しい操作については、電子説明書をお読みくださいということで、電子説明書なんですけど、ここではね、一応、アイスかな？ページ裏目にあったアイスのね、格好してるパックマンがいるんで、まあこれがやっぱパワーベリーを食べた時のパワーアップということがわかるかと思います。で、最終ページはバンダイナムコゲームス公式サイトとかね、ゲームステーション、あとセロの説明があり、アンケートご協力のお願いがあり、コードが MAACTRBPMJJPN となっています。
で、パッケージじゃないや、ゲームカードを見ると、これはパッケージ表面の、ビジュアルを、パックマンをね、左下にデカデカと映した感じのね、ところに変えてるけども、シリーがいないね、これ。シリーのところはロゴがあって見えないから、あ、いるのかな？いるけども、ロゴで完全に隠されてますね。で、コードが LNACTRBPMJJPN。で、クラブニンテンドーのポイントカードは、CNACTRBPMJJPN で、ポイント登録有効期限が2016年12月31日までとなっています。ということで、パッケージに興味を持った方はぜひ新品を探してみてください。どうしても見つけられない人は、まあ中古でもいいかな。